今僕がムカつくのは、まあ、他のものじゃなくて、僕を外国人と誤解してこんなものをしたら本当の日本人とか本当の外国人たちはどんなにやられるということや、それがめちゃムカつくし、ありえないと思います。僕はありえないじゃない。戦後飛躍的な成長してきた韓国、それを海外からはこう言ってる。 Miracles of Han River。 このすべての単語が韓国を表現するキーワードです。그렇지만그속도만큼이나사회적부작용도없다하지아니할것이다あ、日本からね。この動画は日本人だと思って詐欺をした武志と誤解された韓国人の話だ。이름없는화장품세트를수십만원에판매하는종업원관광한국의이미지를먹칠하는사례들입니다오이외국인과訪問する한국이들은관광유학취업등다양한목적가지고한국에온다그러나외국인이한국의시스템을잘모르는점을이용하는질낮은몇몇이들이있다특히한국의부동산시스템은많은외국인에게낯선개념이다한국과일본의월세생활을비교해보았다보증금의개념이다일본은보증금의개념이없다많아도2개월정도다하지만한국은1년정도의월세통해리스크관리를하고있다월세의개념도다르다월세는월세지만한국의경우월세와별도로관리비가있어함께부담하여야한다しかし管理会社の概念が広がってない韓国でお金を取るだけの意味を持てるとこが多いいろいろな部分で韓国人の難しいと思う部分が多いし詐欺をやられる人が多くて社会的な問題になってる마지막에찍었다진짜怖이이렇게잘생긴게있기까지는못줄었는데이렇게잘생겨버리면어떠실까그럼제팬까라아니형까라네아니에요선생님잘부탁드려요저진짜아잘부탁드립니다선생님너무잘생기신거아니에요저돈이너무없어서지금어떻게해야되나막이러고있어요배우이러신거냐네배우이러신거아니에요배우예요배우했으면좋겠다진짜아진짜그러지마세요아저사진찍으려고사진들고왔는데진짜僕はずっとなんか日本人じゃない、なんか日本人じゃないですよって何回も言ったんですけど、なんか先生は、やっぱりなんか、発音すると変だったっていうか、金沢から帰ってきたばっかりで、韓国語の発音が変だったって思ったのかわかんないけど、なんかずっと僕のことを、なんか、半分外国人みたいな感じで見たし、もしかして、なんか、話しづらいとこ、ことはあるか、日本語で話して。あ、そうそう、いいよ。オッケーオッケー、わかりました。실례하겠습니다こんな堂々と黒いお金を要求する武志に彼は驚いた。そしてムカついた。どんなに多い外国人がやられるんだろう。彼は勉強した法律を利用しようと思った。撮影しなかった部分の中に僕がちょっとこれはちょっとダメじゃないですかと言っても、いやこれは普通の韓国の文化だよ、これは普通の韓国、普通韓国にこうするんだよみたいな感じで話をしてて、とりあえず僕は我慢しました。後にちゃんと繰り返したいなと思って。
弁護士さんの事務所に来ました。いや勉強しながらね、民事をこう直接経験するっていうのはかなりの経験ですね。とりあえず契約に問題がないように現金をあげた。音声録音も忘れなかった。メッセージもそこに残してくださいと言った。じゃあ、トミー、ジョブリカバー、テキにバッキョなんすけど。じゃあ、伝説のカバリカ。근데뭐지어쨌든당연히믿고많이돈을하셨겠지만저희가드렸다는뭔가이렇게받았다이런거맞아요맞아요그안받안받았다나도또하실거같아요문자로나네카톡으로라도남은거50만원이라고해주세요네네 네그리고그거랑한번해제눈앞에서해주실거예요제로맞죠다행이다아감사합니다しかし気持ちが良くはなかった。かなりのストレスで何ヶ月以上に敏感になった。なんで僕にこんなことするんだろう。馬鹿に見えるかな。ストレスで勉強もうまくいかなかった。友達に怒ってしまう日も増えてしまった。家の工事が終わらないと何かやられるかもしれなくて、ずっと我慢した。今僕がムカつくのは、まあ他のものじゃなくて、僕を外国人と誤解して、こんなものをしたら、本当の日本人とか、本当の外国人たちはどんなにやられるっていうことや、トレがめちゃムカつくし、ありえないと思います、僕は。ありえないじゃない。いや、ずっと1ヶ月ぐらいマジで、もう寝ようとしたら、まあ、いきなりそんな考えが出るし、いや、なんか僕は何が悪かった?僕の何が悪かったっていつもなんか、思ってしまうっていうか、ちょっと3000人、ちょっと行こうな、兄ちゃん。とりあえずドアのロックを変えた。もしかしたら工事の邪魔をするかもしれないからだ。6月にそんなことがあって、9月までずっと待って法律の件として証拠を整備していた。工事もそろそろ終わった。今も一番悲しいのは、僕はその間他の国葬、他の仕事をかぶって行政書士を諦めてしまった。안녕하세요제가그좀드리고싶은말씀이있어서전화드렸는데요 네어떤일이세요아그제가사실이런말씀드리는게진짜약간심적으로곤란하기도하고불편한마음이들기도하는데요그지난번에중개료로700만원받아가셨잖아요이부분은녹음파일이랑증인이랑그대화내용까지다있으니까이거부정하지않는전제에서대화하고싶거든요아니선생님근데죄송한데지금예의에안맞는건제가아니라선생님이신거죠법적으로받으면안되시는돈을지금받으신거고그리고한국문화가이런것도아니고제생각에이렇게하시는게이걸한국국민중에서다욕먹이는건데제선생님께서지금원래이렇게하시는지는모르겠지만이게지금법적으로살아가지않다고하면맞고싸우려고전화한게아니라제가지금기분이너무진짜안좋거든요그저는선생님한테정중하게지금부당하게취하신이득에대해서반환을요청드리는거아니어떡해아니뭐이래아진짜도준아도준아도준아안녕다시대次와どうなったんでしょうか実は次からはめっちゃ怒っちゃって撮影はしなかったんです。とりあえず皆さんが見てる通り今僕はこの家に住んでます。その時にはとりあえずめっちゃ怒っててマジでもう僕からできる全てをやろうっていう気持ちでした。手具の不動産制作の方にもなんか申告をしたし、やっぱりめっちゃ悔しくてさ、結局その後竹下さんから電話が来てて、
ちゃんと長島がもらいました。僕が願う社会というのがとりあえずなんか差別がない、お互いなんか尊重する文化っていうのが僕の欲しい社会だし、故郷から内が見えない、内から故郷が見えないという価値観をなんか実現するために頑張るんで、皆さんも一緒に頑張りましょう。長い動画でしたが皆さん最後まで見てくれてありがとう。チュッ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 。どう？うわ、もう寝ます。